アリストはトヨタ自動車が1991年から2005年まで製造・販売していたセダン型高級乗用車である。日本国外では同社が展開する高級車、ブランドレクサスの上級モデル GS として販売される一方、日本では国内向けの仕様変更等の上、日本名アリストとしてトヨタブランドトヨタビスタ店ネッツ店で販売されていた。 2005年からは日本国内でもレクサスブランドの展開が開始され2005年8月にはアリストの後継車種にあたる新型 GS を発売取扱店もレクサス店に完全に移行されアリストの名称は消滅したトヨタの高級セダン機関車の一つであり1980年代中盤2000年代初旬のトヨタの高級セダンにて複数採用されていた ターボモデルがアリストにも存在し、トップモデルにジャザ8 0スープラに搭載された実機録ツインターボエンジン 2JZ GTE をスープラに先駆けて搭載するなど国産最速セダンとも呼ばれていた。人気の反面、エンジンイモビライザーの標準装備化が遅れたため、イモビライザーが装着されていない2代目 JZS16 型等は頻繁に盗難に遭う車種となった。 そのため中古車でもイモビライザー使用は数少ない。また、盗難件数の多さに加え、速度違反による無謀運転での事故も相次いだため、自動車保険料は高い両立設定がなされていた。なお、トヨタ自動車元社長である奥田博士も本社市を所有しており、1995年7月発行の日経ビジネスに、 アリストに乗っている奥田の様子が掲載されていたことがある。カスタムカーのベース車両としても人気が高く、ドレスアップ目的の VIP カーだけでなく、ドリフト走行を行うため MT へと乾燥した車両も存在する。1991年10月発売。同時期に発売されたクラウンマジェスタとは、シャシーメカニズム等を共有する姉妹関係にあり、 ボディデザインは、イタルデザインにて、ジャガー XJ40 と、プロトモデルのジャガーケンジントーンをベースに製作され、トヨタのテイストに合わせ量産向けにリファインしたものが、採用された。クラウンマジェスタが4ドアピラードハードトップだった反面、アリストは、プレスドアを持つ4ドアセダン。キャッチコピーは、初期が、創生、アリスト、1993年1月以降は、 走りを忘れた大人たちへ、ツインターボの 2JZGTE 型の 3.0V なのに JZGE 型の3.09と途中からセルシオに搭載されていた 1UGFE 型 V8.4-0LDOHC エンジンを搭載する 4WD モデル 4.0Zi4 が追加され、3グレードになった。百九十二年十月四 w d モデル 4.0Zi4 とラグユジュアリー志向の名モデル 3.09L を新ラインアップする。1993年より北米でもレクサスブランドから日本仕様の3.09をレクサス GS300 として販売開始。1993年8月に塗装に改良を加え塗膜内部の結合力を強め化学安定性を向上させた。 1994年8月にマイナーチェンジを行い、フロントグリル、リアバンパー、リアコンビネーションランプ等を変更。グレードは3リットルツインターボ搭載の 3.0V、ボルト3リットル3.09、4WD モデルは 4.0ZI4 の計算タイプ。それに 3.0V は装備をシンプルにした S パッケージ。 3.09には高級装備をセットに、下、L パッケージが選べる。1995年8月に安全装備の充実を図り、ABS、運転席助手席、デュアルエアバッグ、プリテンショナー付きシートベルトを全車標準とした。また、スポーティ装備を施した特別使用車、3.0、9リミテッドも同時発売。 1996年7月にも改良を行い、エンジンの VVT アイカやヘッドランプ、ウインカー、フロントグリルのデザイン変更を行い、内装は木目調パネル部分を拡大している。チャイルドシート固定機構付きリアシートベルトも全車標準とした。3.0V、3.09に特別使用車リミテッドモデルも同時発売。 1997年7月に生産終了。在庫対応分のみの販売となる。1997年8月に2代目と入れ替わる形で販売終了。販売終了前月までの新車登録台数の累計は69,010台1997年8月発売。クラウン・マジェスタとの姉妹車関係を立ち、新規のプラットフォームを使うようになった。 このプラットフォームは、その後、トヨタの FR セダンの基本仕様となった。初代から一転して、社内デザインとなったが、ダウンをモチーフとしたデザインは、先代から引き継がれた。また、重量配分を、フロント53、リア47と、理想的な重量配分としている。テレビ CM に採用された曲は、鈴木智彦が担当。日本国内モデルは、 初代にあった V8 エンジンのグレードがなくなり、ツインターボの 2JZGTE 型の V300、ナ 2JZGE 型の S300 のみになった。また、アメリカ先売モデルでは、初代同様に、ターボエンジン搭載車の投入はなく、2JZGE 型直列6、気筒エンジン搭載車、GS300 に加え、1UGFE 型 V8 エンジン搭載車、 GS400 の販売でサイをつけていた。1998年8月ボディカラーにブルーマイカを追加。1999年8月に一部改良。オプション設定のイムブが DVD ロムタイプにグレードアップ。さらにボディカラーではホワイトパールマイカからホワイトパールクリスタルシャインへ変更された。2000年7月にマイナーチェンジを行い、フロントリアの衣装変更。 エンジンイモビライザーを標準装備。ナノ S300 の AT ミッションが5速化されるなどの変更が行われた。2001年8月に一部改良。パワーウィンドウに挟み込み防止機能を追加。同時に、アリストの生誕10周年を記念し、専用17インチアルミホイール、専用本革シート、専用本、木目ドアコンソールパネルなどを装備した特別使用車。 テンスアニバーサリーエディションを V300、S300 にそれぞれ設定した。2002年8月ボディカラーのレッドマイカを廃止。2004年12月をもって生産終了。しばらくは在庫対応分のみの販売となったが、先述の通り2005年8月をもって販売終了となった。販売期間中の新車登録台数の累計は75,499台形式名が、 JZS160 系となっているため、10代目クラウンは S15 型だったが、1999年にフルモデルチェンジの際、11代目クラウンは S17 型となった。このモデルを最後にアリストとしての販売は終了し、14年の歴史に幕を閉じた。時期型からは日本でも、レクサス GS として2020年まで販売された。また、それまでアリストが担っていた。 ネッツ県の最上級車種のポジションはアルファード V となっている。ありがとうございます。